回の動画は知識共有プラットフォームブレインよりお金の指南書という人気のコンテンツをご紹介します。このコンテンツは年収6億円を超えるマーケッターに弟子入りしてネット企業1年目で売上2000万円を達成して法人を立ち上げて社長になったミナトラさんのコンテンツです。ビジネスの01を作るにはどうすればいいのか、どうやったらマネタイズがそんなにガンガンできるのかと聞かれることがとても多かったということで、ゼロから具体的な戦略の立て方までをこのコンテンツに全てまとめたそうです。冗談抜きでビジネス初心者がこの知識に触れるかどうかで1年後の収入に決定的に大きな開きが生まれます。そのくらい本質を突きまくった内容に仕上がっています。このコンテンツの冒頭はキング牧師の名言から始まります。愛なき力は暴力であり、力なき愛は無力である。日本は資本主義社会です。力がない人は残念ながら誰かに骨の髄までしゃぶられて食い尽くされるように社会はできています。100年安心プラン、安心安全の投資信託、最短30分でお金を借りられます。毎月の支払いが楽になるリボ払いに変更しませんか。ニーズの切れない都内ワンルームで老後の資産を形成。こんなフレーズを使ってあろうことか、誰もが知る上場企業、さらには国までもが一見あなたにメリットがあることのように堂々とこんなオファーを大衆にしてるんです。あんまり言ってしまうとそういったサービスに従事されてる方に申し訳ないですが、要するに生まれてから死ぬまであなたの力を奪い取ろうとする誘惑があの手この手で仕掛けられているということです。ではどうすればいいのか。守りや節約で終わってしまっては意味がなくて、自分で作り増やすという正しい攻め方をできるようになること。じゃないと自分の人生を自分でコントロールするための力は得られないんです。このコンテンツでは前半で資本主義の勝ち組が採用する思考フレーム、後半でビジネス初心者からでも幸せに爆益を生むための歪みをつくチート戦略の具体的な作り方を9つのパートに分けて網羅していきます。それでは早速行きましょうか。今回もポイントを3つに厳選します。1、お金とは何か。2、億万長者のマインドセット。3、真のお金持ち。順番に見ていきましょう。まず1つ目のポイントです。お金とは何か。お金とは信用のことです。まずはじめにお金の機能としては3つあります。価値の保存、交換、価値の尺度、この3つですね。つまり貯金として価値を保存できますし、お金と物を交換できます。そしてどのくらい価値があるものなのかをお金で教えてくれるということです。お金は信用を数値化したものという概念はお金の機能の3番、価値の尺度と本質的にかなり共通しています。お金イコール信用、この原則を絶対法則と考えて全てのビジネスの哲学としてください。それがあなたの生涯合計所得を最大化する方法です。あ、ただの精神論じゃないかと思ってしまった方もいるかもしれませんね。これには論理的根拠があります。どういうことかというと、資本主義社会である日本において国家が交換できる信用の担保を認めているのが日本円です。国の日本円の価値の担保を前提に私たちはお金をお金だと認めています。国が明日から日本円の価値を認めませんと言い出したら、お金はお金でなくなってしまうんですね。お金は絶対的なものではありません。その本質はあくまで信用です。実際に経済政策に失敗した国で貨幣の価値が急落してお金が交換券として機能しなくなった例はたくさんあるんです。そもそも1万円札の製造コストは約22円と言われてます。信用に基づく相対的な価値で実態は22円の紙です。22円のものを1万円の価値があることにしようねと交換している以上、資本主義の貨幣システムそのものがバブルであり幻想であると言わざるを得ません。だからお金の本質は貨幣であることではなくて信用が担保されることです。それを踏まえてお金イコール信用イコール価値の尺度であるということを原則として置いていれば、本質的な判断ミスは極めて生じにくくなります。信用を得るためにはどうすればいいのかを常に念頭に置いていることがお金持ちへの第一歩だということです。これはビジネスでも全く同じです。深い信用を得ることができれば、人は価値を感じて抵抗なくお金を払いますし、信用がない人の商品や紹介には1円も使えません。実際にビジネスする立場になると、お金を稼ぎたいという主観感情が入ります。でもこれって自分目線で自分中心ですよね。お金を稼ぎたいっていう思いはお客さんに何もメリットがないじゃないですか。何も提供しないし信用もされないということです。お金を稼ぎたいではなくて、どうやって深い信用を築いていくかということを考えて行動していきましょう。
続いて2つ目のポイントです。億万長者のマインドセット。それでは信用を得てお金持ちになるという目的を達成するために多くの人が知らない極めて大切なマインドセットをお話しします。このマインドセットがあるとないとでは得られるお金の総量は明確に変わってきます。億万長者まで上り詰めた人の多くが持っているマインドセット、それは普通の人の生涯賃金をとっとと稼ぎ終えようという思考です。あなたは生涯賃金を短期間で稼ぎ終えることを前提にしていますか？と聞かれると多くの人はいやーそこまでは思ってないよという感じだと思います。資本主義社会でお金持ちになる方法は多くの人が生涯をかけて稼ぐ額を前倒しで稼ぐこと、つまり時間で差を作るんです。知識を吸収する、新たなスキルを習得する、さらにレベルの高い人との関係を作る、こういう自分の価値を上げていくために一番必要なものって時間だよねという話です。例えばこんな話が分かりやすいと思います。せっかく格上の人と会えるチャンスや美味しい投資案件が巡ってきた時に本業が忙しいので土日でいいですか？と受け答えをしてしまうとしましょう。これでは正直スピード感があまりに足りないので、そういう方の案件を採用することはほとんどないです。ある程度時間に余裕な人じゃないと同じ土俵で打ち合わせすらできないということになります。生涯賃金を前倒しで稼ぐ、それを叶えた状態の一つにセミリタイアがあります。このセミリタイア状態に入るためにはお金に働かせるというステージに入ることが必須条件になります。労働収入、事業所得で得たお金を資産に変えて自分が働かなくてもお金が入ってくる仕組みを作り上げます。このステージに入れないと収入が途絶えてしまったら労働に戻るということになってしまいますよね。宝くじで高額当選した人がその後転落人生を歩むことになるのは入ってきた大金を資産の購入に充てずに浪費してしまうからです。生涯賃金を数年で稼ぐにはどうしたらいいのか、この考えを念頭に置いて日々行動するのが富裕層の定義の一つです。続いて3つ目のポイントです。真のお金持ち。先ほど生涯賃金を短期で稼ぎ終えるという億万長者のマインドセットをご紹介しました。サラリーマンの生涯賃金約2億円をキャッシュで持っているとしましょう。しかしキャッシュで持っているだけで運用できなければ2億円分の実力があるとは言えません。実力がある人というのは真のお金持ちになる方法が分かっている人のことです。真のお金持ちはオーナーであること、キャッシュが循環する仕組みのオーナーです。宝くじを例に見てみましょう。宝くじというキャッシュ循環の仕組みのオーナーは誰でしょうか？これが真のお金持ちとは何かという議論の答えです。特に宝くじやギャンブルというのはキャッシュの循環が分かりやすいですよね。ギャンブルの胴元はお金を増やしたい人へ夢を売ります。宝くじは 50% 以上が胴元のものです。ギャンブルを運営しているのに運営者だけは実はギャンブルをしていない。でも多くの人が繰り返し夢を買いに来てお金を使う、こういう仕組みのオーナーは真のお金持ちです。宝くじは買わなきゃ当たらないという価値観を持った大衆に夢を売って、大衆は宝くじの胴元に数万円単位のお金を納めています。あなたが取り組んでいる事業や副業で最終的に一番安定したいならこのオーナー側を目指そうという話です。この視点で考えると企業のあらゆる広告宣伝の見方が変わりますよね。 FX 初心者でも稼げます。これは一番儲かるのは誰でしょう？証券会社です。株式投資で資産運用、一番儲かるのは誰か？株を発行した人です。アフィリエイトで一番儲かるのは商品を生産した人です。転職して年収アップを目指そう、転職に夢を持たせて一番儲かるのは転職エージェント。年収500万円から始める不動産投資、不動産を売りつけて一番儲かるのは不動産販売業者。これはつまり真のお金持ちである業者のキャッチコピーによって私たちは儲けに使われているということです。これはショッキングな内容ですよね。いかがでしたでしょうか？億万長者のマインドセット、短期で生涯賃金を稼ぐや真のお金持ちはオーナーになることといったお金の本質に触れていきました。これらはコンテンツの前半でより詳しく解説されているので見てみてくださいね。コンテンツの後半ではじゃあ実際に短期で生涯賃金を稼ぐにはどうしたらいいのか、ビジネスオーナーになるにはどうしたらいいか、この部分について全4章で解説されてます。主にコンテンツマーケティングで稼ぐノウハウや企業アイデア、企業の始め方、そしてセールスやマネタイズの話など盛りだくさんです。これまでの動画では金額が高めのコンテンツをご紹介してきましたが、このコンテンツは非常に安いです。学生でも買えちゃう金額です。しかも読者限定のコンテンツまで特典でついてます。 1. あなたに合う稼ぎ方をゼロから選ぶロードマップ。 2. リターンのあるものにギブするための人の見分け方。 3.
セールスできる数×稼ぎ方の超有益参考動画情報、この3つですね。概要欄にこのコンテンツのリンクを貼っておきますので、ぜひ覗いてみてください。このチャンネルではビジネス系 YouTuber がおすすめしているビジネス本を中心に、著名な方の最新刊やベストセラーはもちろんのこと、隠れた名著や当研究所おすすめの本を調べ尽くしてギュッと短くまとめて大事なエッセンスをお届けさせていただきます。いいねやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。